怖い。おはようございます。衣装を買いに行きます。行きます。30分に1本ちょっと怖い、うん。皆さんこんにちは、しおりです。今回は Vlog 風でお送りしていたんですが、ここからはアフレコしたいと思います。今回はカホさんと撮影用のドレスを買いにアナベルさんにお伺いしてきました。アナベルさんは東京の笹塚にあるお店で、東京の音大に行っている人だったら絶対1枚は持ってるんじゃないかってぐらいみんな大好きなお店です。お値段も結構リーズナブルで、結婚式とかにも使う人も多いと思います。子供用のドレスもあるので、お子さんの発表会などにもとてもいいと思います。ではここからはガチ試着、ガチお買い物の様子をご覧いただくのですが、アナベルのお店などの詳細はカホさんがきっと動画にすると思うので、そちらもぜひご覧ください。なんか説明上手な人がいますって。あの LINE 来てました。まずは1着目ですね。2着で迷ってました。1着目は割と硬い生地のスラッとしたドレスです。カホさんの着替えがやたらと早いです。可愛いこれ。手はどう？手はもしあれだったら、フルートは左腕が体の前に来るので、左前のところになんかコサージュとかデザインがあるとちょっと引っかかったりするので、あんまり選ばないんですが、今回はいろいろアレンジできそうなので大丈夫じゃないっていう話をしております。私はまだ着替え終わりません。なんか色はとかすごい好きです。うん、やっぱ可愛い。可愛い。可愛い。よろしいですか。はい。私は紫で、はい、カホさんはピンクですね。これは中に入れ込んだんだ。あなたも中に入れ込んだ。ああ、私。あ、出してきて。肩のストラップも取ったり取らなかったり、中に入れ込んだりしてアレンジできます。私はちょっと落ちるのが怖いので、肩紐はだいたいつけます。そう、ここにあれしてあるから、私も左側のことを気にしてますね。今カホさんが行った方にカホさんのカメラもあります。こんな感じ。ちょっと髪見えない、こんな感じ。キラキラ、色いい感じだね。かわいい。なんかやっぱスッキリしてるからスッキリする。そうです。声がないけどスッキリしてるからスッキリしてるって言ってる。あ、よかった。2人で写真。これ回りっぱなんで大丈夫です。ダサい。ドレスがかわいいのに。まあちょっと生地がちっくりするかもしれないけど、まあ耐えられる。なるべく本番の時にいろんなこと考えたくないので、素材とかも割と大事です。ちょっと裾が長かったので切るんですけど、切った時にどのくらいになるかっていうのを今踏み台に乗って確認しています。ほんで2着目ですね。私とカホさんと違う種類のドレスを最初選んだんですけど、最終的には結局色違いになります。とりあえず着てみているとこです。
カホさんやたらと早いです。慣れてる。背中が全部紐で引っ張れるようなデザインなので、どんな体型の方でも割と自由に着ることができます。意外と長さが私の丈だ。だいたいドレスって私とかは155センチなんですけど、切らないと長いんですけど、このドレスはなぜか2人ともぴったりっていう。ご飯はそうなった時になんか子供のやドレス作るとかそういうの言ってたそうですよね。子供のドレス作りました。そうですよね、子供のドレスありました。なんか特急私はなんか短い種類なのであ、ぴったりだ。なぜ私にぴったりなドレスなんて人が普通の人が着たら間違ってあれ切っちゃったのかもしれない。そうじゃないですか、なんか異様に短いですよこれ。私のために切られた。なかなかね、丈がぴったりなドレスってないんですよね。絶対お直しが必要です。なんかオソロじゃなくてもいいかな。すごい。そうね、雰囲気が似てるので、中にパニエが入ってて、大人っぽい感じ。もっさりしてますね。あと胸のあたりがキラキラしてるから、うん、顔が華やかに。あんまり見えないですが、胸元がキラキラしております。そうですね。それ結構ボリュームある。ボリューミーだ。それ切ればもう少しそういう感じになるから。ああ、そうですね。私はもう靴これだからこれでいけそうだ。そうですね、乗ってみてください。あなた乗らん。私は足だからこんな感じ切ると、うん、あの割と似たような感じでここら辺で切る感じになるので、それもいいね。凄みある。黒地に金の刺繍がしてあってすごい可愛いです。でカホさんの色違いバージョンがあったので、それも着てみているところです。変わりました。カホさんは自分のカメラに話しかけています。私は紺ですね。お花が紺、カホさんは黄色。でもそっちも結構派手だね。やっぱこれより色あるから。紺色だけど割としっかりしおりちゃんも丈ピッタじゃん。やっぱこれ短いんだ ね、 そうですね。え、かわいい。これもいいですね。うん、華やか。どっちを買うか迷ってます。あ、なるほどね。中身が間を埋める。こっちは丈ちょっと直さないと。そうですね。これは手で持って帰ろうかな。結局2人とも両方気に入って両方買うことになりました。散財。働かないとやばいです。相変わらず着替えが早いです。このお店は本当に広くて、試着室も何個かあって、試着室の中もすごい広いです。なので本当に過ごしやすいお店ですね。ドレスもめちゃくちゃいっぱいあるので、きっとお気に入りが見つかると思います。一緒で、はい、一緒で大丈夫です。身長何センチでいらっしゃいますか？身長は155センチです。はい、わかりました。ではちゃんは私より3センチも大きかった。え、152ですか？うん、2あるか、何あぐらい。持って帰るの大変なので合わせて送ってもらうことにしました。買いました。試着からの買いが早い。私の素材を渡そうかと。あ、でも私は Vlog に、かほさんがこれとこっち、私がこれと紫買いました。写真お楽しみに。お楽しみ。はい、いかがでしたでしょうか。ドレス買ってみました。アナベルさんありがとうございました。ということで、またの動画でお会いしましょう。バイバイ。